前は中川敦夫と言います。京都出身のアーティストです。京都は1200年以上の歴史と文化がある、古い町です。京都にはミステリアスな物語や話がたくさんあります。古くから京都には、妖怪、怪物などがいました、それが僕のこう、なんていうんですかね、絵の原点でもあって、妖怪や、モンスター映画からものすごくこう作品の影響がありました、もう一人影響を受けたアーティストがいまして、日本中のこうお寺やお城に描いた狩野派の狩野探幽という江戸時代の絵師です。私たちの人生っていうのは、生きていく上でいろいろな問題などに直面したり、それをまた解決しないといけなかったり、でまたこう住むところとか、僕もそうなんですけど、こう新たなチャレンジをして、行かないといけない時があります。時にはね、その結果がうまくいくこともありますが、うまくいかないことが、ほとんどだと思います。今回、このビデオで書かせてもらった絵の意味合いは、戦い終えた戦士を思い浮かべて、絵を描きました。